えと10月9日、月曜日、3連休の最後の日だったんですけど、えー、私は何をしてたかっていうとあの、家でひたすら原稿を書いてましたね。あのコミケに、一応ね、コミケに、12月、今年の12月末、12月30、31日に行われるコミケにも、えーと、また申し込みをしてるんですね。サークルとして。で、えー、ちょっとまあ、その当選、 については、えーと、11月の10日に、えー、発表されるので、えー、そこまではまだちょっとわからないんですけどあの、まあ、どちらにしても、えー、と本は作っておきたい。でまあ、も,もしコミケを変かんなかったら、まあ、ちょっとどこか別のところに出て、えー、反復したいなと思ってるんですね。でということで、えーと、今回出そうと思ってる本が2冊あって、 一冊は、あのー、まあ、前から書いてるんですけど、その、えっ、ー、と、声優さんとかアニ,アニメのラジオを紹介する本、その、基本的にはその、執筆してる期間中に、まあ、放送中の番組について、まあ、なるべくその期間に新しく始まった番組と、あと、ま、プラス、そのずっと聴いてる番組と、ま、紹介していきたいなっていうことで、えー、その本も書くんだけど、今回もう一個書こうと思っていたのが、 えっと、ラジオに送るメールの本ですね。えっ、ー、と、いわゆる投稿のコツっていうか、なんかその、自分はじゃあどうやって書いてるんですかっていうことを、えー、ちょっとまとめたいなと思って、それを、あの、準備してたんですよ。で、えっ、ー、と、今日はそのメールの本の方が、えっ、ー、と、まあ出来上がったというか、まぁ、あ、ひとまず原稿が書き上がりました。えっ、ー、と、あとは、まああの、 当選が決まったところで、えー、印刷屋さんに依頼をしようかなとあのなんで当選決まるまでしないかというと、その発行日がね、あのーコミケに、コミケの発行日12月30日とか31日とかしちゃうと、万が一コミケに当選しなかった時にそれが発行日にならないから、えー、ということもあって、ちょっと今待っている状態ですけどあの、もう原稿は書き上がりました。えー、とタイトルは声優ラジオで 採用されているメールの書き方共有しますっていうですね。まあ、もう本当そのままのメールについての本です。で、えっ、ー、と、主に、えぇ、ーまあ、どんなことを書くかっていうのは、まあ後でちょっと表紙の画像、表紙の、まあ予定している表紙の画像、目次も載ってるやつを、えー、ちょっと後で載せるので、まあそれを見てねって感じなんですけど、あのー、ちょっとここでそもそもなんで、あのー、 これ書こうと思ったのかって話をしとこうかなと思ってっていうのはあの私は結構前からメールの書き方を説明したり共有したりするってあんまりあのしたくなかったっていうかしたくないんですよあのなんでかっていうとそのメールの書き方って結局人それぞれなわけで正解はないし、えー、その番組の方も結局スタッフさんがそれぞれだからあの要は自分は こうやって書いた方がいいんじゃないかなと思って書きました。で、それをそのままいいと思って採用してくれる番組もあれば、あの、まあ、やっぱり多分それと多分考え方が全然違うので、採用しない番組とかもある。っていうふうに考えると、あの、要は、なんていうの、自分なりのやり方を考えて、自分なりに書くしかないんじゃないかなっていうのをずっと思って,て、それもあって、あんまりなんか、じゃ私はこうしてますよ、みたいなことを、 えっと、説明するのが、ちょっと違うかなと思ってたんですよ。えー、なんだけど、じゃあなんで今回書いたのって話なんですけど、あの、これちょっと前も話したんですけどね、あのー、まあ、簡単に言うと、あの、もう、自分がずっと書き続けるのが結構大変になってきたなっていう話があって、あのー、ま、それなりに年を取ってきて、なんか昔みたいにがむしゃらにメールが書けない、 結構あの、あのかまあ、書けるときは書けるし、送れ,れるときは送れるけど、なんか昔だったらこう、も,うもっと盛り上げるために番組、盛り上げるためにメールしたいなとか思ってて、で送ってたりしたのも、ちょっと大変だなっていうふうに思うようになってきちゃったっていうのがあって、でそうなってくると、まああの、メールは送ってないけど聞いてる番組とかね、あの聞いてるけどなかなかメールが送れてない番組とかもあの増えてきたんですよ。 で、その番組を聞いてたと思うのが、あの、やっぱ自分と同じようなスタイルでメールを書いてくれる人が多い方が、やっぱり聞いてて楽しいなっていうのがあって、あの、で、それもあって、じゃあちょっと自分の書き方を一回ちょっとみんなに、こういう感じで書いてるんですよっていうのをちょっと説明しようかなと思って、で、それがいいと思った人は、まあ、真似してくれれば、まあそれが、えー、流用してもらえればね、あの自分がなんか、 聞きたい書き方のメールを書いてくれてる人のメールが採用されると、その番組ってやっぱり面白いし、聞き続けられるかなってことを思ったんですね。だから正直、あの、今回の本に関してはあの、自分のエゴみたいなもんですよね。要はや、やり方を、だからこう、こうしたらいいんじゃないっていうの、やり方を他の人にやってもらって、結果自分のためになるようにするっていうようなね、感じなんですけど、まあ、 それがあそもし、まあ、えーその、動機が英語であっても、まあ、もし、そこで公開している情報が多少ないともなんかその、読んで参考になる人がいるんだったら、その人たちがその方法を使ってくれればいいかなっていう思いはあるので、そんな思いで、えー、書きました。でまあ、ちょっとわかんないです。そもそもコミュニケに受かるかどうかってっまだ1ヶ月あるので、わかんないけど、 まあ、どっかで公開しますよ。その、もし、コミケ今回当選しなかったとしても。っていうのが今の状況かな。で、あともう一冊はちょっとラジオの方は、なるべく聞いてリアルタイムで書きたいので、まあちょっと、それもギリギリまで、えー、原稿仕上げてから印刷屋さんに頼むか、もしかしたら今回は、えー、コピー本で出すかもしれないですけど、そこはちょっと、えー、まだ、 見てです。とりあえず一冊は書けたよっていう、そんなような連絡事項っていうのが今日の話です。